皆さんこんにちは、ケンです。アミです。ケンさん、はい、今日は何をするんでしょうか？はい、今日はこちら、私のグラベルロードが、うん、バッチシキャンプツーリング仕様になりました、うん、で、それにあたって揃えたものをちょっとご紹介しようかなという動画です。はい、はい、なるほど。はい、もうだいぶ見た目変わったと思うけど。そうね、なんかめっちゃ重そう。めっちゃ重そうだよね。うん、まあ今これがバイクパッキング仕様っていうのになります、うん、で、私は基本的に全部ブラックバーンっていう、うん、結構バイクパッキングで有名なメーカーになるんですけど、ブラックバーンで揃えてます。で、うん、今あるのがこのハンドルバーバッグ、これもブラックバーン、で、これフロントフォークにつける、なんだろう、ケージみたいなやつがあるんですけど。ああ、ボトルケージみたいなやつ、そんなでっかいのもつけれるんや。そう、まあもうこれもブラックバンで、これがステムバッグ。え、それペットボトル入れじゃない？これペットボトルというか、まあ、こういうふうに入れることもできるし、こういうところにスマートフォンとか入れることもできる。これもブラックバン。普通になんかペットボトルのホルダーあるやん、うん、あれみたい。そうね、まあ、要はこっちがフレームバッグ今つけてるんで、うん、もうボトルがつけれないんですよ。なのでここに増設しました。なるほどね、うん、で最後に、サドルバッグ、うん、でかでかっすね。サドルの倍ぐらいあるやん、うん、で今ちょっとここにもブラックバーンのトップチューブバッグっていうのをつけようと思ってるんですけど。まだつける？まだ届いてないんですよ。これ以上つけて走れる？うん、どうなんだろう。一応これで全部荷物積載できてます、うん、持っていきたいものが全部詰め込めたってこと？はい、詰め込めたって感じですね。うーん、で何キロあるんかちょっと見てみましょうか。測れる？これ、前のピクニックライド覚えてる？覚えてるよ。あの時はフレームバッグ、これこれで18キロだったんですけど。ってことはな、30キロぐらいか。どうでしょう。では行くね、うん、あ、やばいな、ね、はい、はい、22キロ。あ、22キロ。ただまだここにお茶入れたりとか。あ、水ね、うん、食料とかは入ってないので。そっか、だいたい25キロぐらいで、まあ要はキャンプツーリングに出かけたいと思ってます。うーん、え、結構荷物増えたのに、うん、意外と増えてなかった。そうでしょ。で、結構重い。重そう。めっちゃ重い。もうママチャリだよ。20キロ以上あったら、重量的には。で、今日はこの中に入っているものをご紹介したいと思います。はい、まずこっち、これから。え、一回これで乗ってみた？まあ乗ってないです自粛してるんで。あ、そうだね。ただテント、まあ今から紹介するんですけど、かなり揃えたので中、うん、うん、ちょっとずつ増えてってるもんね、アイテム。アイテム増えてってます。で、そのこういった風にキャンプツーリングするために、その専用のテントとか寝袋とか枕とか、うん、全部軽いものをチョイスしてますので、うんうん、参考になればと思います、うんうん、とにかく軽量化にこだわって軽量化にこだわって、今だいたい今全部合わせると多分25キロぐらいになると思う。あの食料も水も含め、うん、トップチューブも含め、うん、25キロぐらいだと思われます。じゃあまずハンドルバーバッグ、まずここは
ういうふうにロックかかってて、しかもワイヤーでも落ちないようにしてます。こうワイヤーで落ちないようにもしてる実は。でこうロック解除して、これ作りにつけたんですけど、あのハンドル曲げました。どういうこと？広げた。こっち側に、これレバーが外側に来るように、ここ角度まっすぐから内側に倒しました。そうすることによって、うん、これ変速ができる。これつけた。あ、最初まっすぐだと変速こう当たって変速しない。え、危な。から要はハの字にしました。へ、あとはガーミンの再婚も結構な角度、これ邪魔だから。あ、なるほど。見やすいかも、にしてます、うん。でまずこれブラックバーンのアウトシートポストハンドルバッグ、ちょっと工夫して結んでるんですけど、よし、順番に広げていこう。まずハンドルバーバッグの中にあるのがこういう感じね。でまず1番目、これは寝袋です。ネイチャーハイクっていうところの寝袋になります、うん。実はまだ使ったことないんで後で開封してみましょうか、うん。開けたことないです、うん。一応ダウンのものだから結構軽いです、うん。でハンドルバーバッグはこういうふうに、こういうふうに外せて、こういう防水のカバーの中にはこれもネイチャーハイクの枕、エア枕、枕ないと寝れないので、うん。でこれテント、ネイチャーハイクのテント、だいたい 1.3 キロぐらい。テントだけで、テントだけで 1.3 キロ 500g、 500g ぐらい、だいたいね。でこれもテントの道具ね。この2つがテントで寝袋と枕、これがこのハンドルバーバッグの中にまず収納してます、うんうんうん。まあまだ1回もキャンプツーリング行ったことないので、あのあくまでも本とかネットとか見て、うん、ここかなっていう感じです。また場所は変えるかもしれない。で次ここフロントフォークに何を載せてるか、うん、っていうのは、よし、これはマットです。寝袋の下に敷くマットがこれ、これ昔から登山で使ってたやつです。なんで結構軽くて、あの寝心地いいのでこれ愛用してます。これはイスカっていうメーカーかな、ちょっと忘れてしまったんで、イスカっていうメーカーのやつです。ちなみにライトここについてます。ライトここにつけて、これ無理やりつけました、加工して。加工、はい、本当はスルーアクスルなんでつかないんですけど、無理無理加工しました。でこういうふうに2つの役割を持つキャットアイのヘルメットにつけるライトですね。でボルト400です。で次こっち側に持っていくものは、これ前回のピクニック動画で登場したやつ、椅子や、ヘリノックスのチェア、これも 500g で、うん。ケンタさんも紹介してたね、うん、動画で、うん、が入ってます、うん。これが横ね、サイドね、うん。次この中、この中にはボトルを入れる予定今のところ、うん。で次はフレームバッグ、フレームバッグにはこう除菌シートと、これレインウェア、一応あの全天候対応の、まあ、上下のゴアテックスのレインウェアと、これなんだ
あ、これ充電ケーブルと、うん、充電ケーブルになります。で替えのチューブ、うん、今これ 650B の 47C だから結構重たいです。でかいです、チューブ。これがこの中に入ってるやつ、うん、でここにはオーツアブスのブレードロック、結構重いんですけど、うん、頑丈な、それでもモビスターカラーなんですけど結構色合ってるんで、確かにアブスのこれのために買ったみたいななってる。重たいですけどこれで、これが一応修理キット、よし、こういう修理キット、うんうん、工具とか、うんうんうん、あの携帯ボンベ、うん、空気入れねとかが入ってます、うん、で一応フレームバッグは他にも財布とかいろいろ入ってます、うん、で次こっちで、まずこれソーラー充電できるライトです。うーん、ライト、ここで充電してこういうライトの効果もあるし、うん、こういうライトの効果もあるし、要は夜あで充電もできる USB 充電、うん、つまりあの再婚とかスマホとかを充電したりすることもできるっていう万能なやつ、うん、だから常に昼は走ってるときは充電すると。なるほど。っていう、これとでこれの中身ね、こんな感じ。どんどん揃えていきましょうか。これはタオル2枚、うん、温泉とか行きたいんで、うん、と着替え、翌日の着替えプラス寝るときに着る服、うん、まあ、こういう長袖と半袖もちゃんと入れて、うんうん、今は春を想定しているバイクパッキングなので、うん、長袖も持ってきます、うん、でこれも動画で登場したあのテーブル、うーん、これはテーブル でこれはあのコンタクトとか歯磨きとかメガネとか、うん、そういうもの、うん、シャンプーリンスとかも入ってます。うーん、これは無印良品のやつです。無印良品のこれ結構便利ですよ。便利やんの、それ。そう、こうやって吊り下げれるの。こうやって吊り下げるテントとかで中に、うん、あとは時と場合によるんですけどジェットボイル、お湯沸かしのもの、うん、と歯ブラシっていうのがこんだけ入ってます。まあこれプラスそのさっき言ったようにあの水とか食事とかを詰めるだけの余裕はまだあります。まあ、トップチューブバッグも当然つけますし、もしかしたらこれももう一個つけるかもしれない。うん、うん、まあ要はこんだけあれば日本一周でも全然できるとは思います、うん、もし減らすとしたらこのレインウェア上下を上だけにするとか、もっと軽いやつ持ってるもんですからノースフェイスの上のやつにするとか、今上下一応雨の日走るの想定してっていう感じですね、うん、とか椅子は減らせばいいんじゃないかなって。この3つは必須ではない気がします、うんうん、何日か考えて椅子とレインウェア2つは、うん、けど持ってきたいとこでありますね。自分的には万全に行きたいので、うん、はい、まあこんな感じです。質問、はい、これを積むときに工夫した点は、例えばサドルバッグだったら重いものをここで、一応まあこの修理工具今開けないんですけど、中には、まあ、あのチューブのパッチとか、うん、あとワイヤー、ブレーキだけ切れ、あ、違う、